マーケラライズプラス BS1212 日毎週土曜日朝六時放送早速まいりましょう岡崎さんの今週の注目ニュースお願いします、うんまあ、それと遠く離れたようなニュースなんですけども実は結びついているように思うのが、はい、今日、えー、お持ちしましたこのアメリカの消費者物価の話なんですね3月 8.5%40 年ぶり伸び率という話なんですね。はい えー、なんでまあこの話もう耳にタコができたと思われているかもしれませんが三、えー、月のデータゆえに、えー、もう一回きちんと掘り下げて見ておかないといけないと思って自分でグラフを作り直しましたまずこのスライドから見てください四、はい、種類のグラフを書いています青い折れ線グラフが8.5%という数字ですで、緑の一番飛び抜けているのが 伸縮型フレキシブルといわれてるですね寝起きの激しい自動車なんかが入ってるんですけどねこれがいまだに前年比で20%。 でコアと呼ばれているものがこれがまあ FRB が注目している p c コアと似たような動きをする CPI のコアですね食料、エネルギーを除くもの6.5%ぐらいそして最後に粘着型これは私が注目している家賃なんかですね、えー、入っていますこれがまあ上がってしまうとこれしぶとくてなかなか下がらないぞとここれが今うういうようなんですね、はい、で冒頭で3月なのでというのは実はこういう意味なんですよ。 アメリカのインフレが加速したのは去年の3月からなんですよね。うん、去年の3月何があったかというと、はい、これはまあその前からワクチンが打たれて、はい、でバイデン政権が誕生してからで、でどんどんウィズコロナといいますかリオープンになっていった世界なんですよ。はい、リオープンの世界が結局1年続いて、で最初エコールビーは一過性だと言ってたので、はい、で。 なおかつこの伸びが下駄が収まった下駄って言うんですけどもねその加速するところは1年後になれば感じなくなるよって言うんだけども1年経過したところ全然落ちていないというやっぱりこれそれこそ FRB のそれまでハト派だった人たちが収支買いしてですね一気に高派になるのも分かると当てが外れたというのはこの1年経ってみたところでそうじゃなかったと感じるところだと思うんですね。そここでですねこの あの足取りを見てもらうとこれを新しいこのスライドの方これ棒グラフで見るとこれ前月比なんですすこれ季節調整かけてます、はい、全体で見ると2回山があって今2度目の山になってるの分かりますかね1回上がって下がってまたもう一度上がってという何かがこういうのを繰り返してますねでコアの方も1回上がって下がってで一部 FRB のメンバーなんかは足元このコアが少し落ちてるから鈍化し始めたって言いますけども、うん、いやいや。 本当かそうか、うん、そもそも見方を間違えた人間の予想ですから間違えた人っていうのは間違い続けるのがこのエコノミストにしても研,修研究者にしても大体世の常なので、えー、当てにしない方がいいいいかなと思います。というのも例えばこの伸縮型を見てみるとこれ一回山が来て落ちて二度目山が来て落ちてまた三度目の山になってますから、はい、これ何度も何度も繰り返し。 動くとと考えた方がいいと思うんですね、うん、で最後に伸縮型を見てみてもらうとこれじ,じわ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 上がってますから伸縮型を見る限り鈍化の兆しはまだ見えたというには早すぎるんじゃないかなというふうに思います。うん、でさてこの山が繰り返されてる絵とそれと3月から伸びが大きく、えー、激しくなったということを頭に入れながら次のスライドを見てもらいたいんですがこれ我が国です。青が アメリカの全体です。赤が日本の全体です。日本は、えー、報道されている通りアメリカに比べればあちもとで足元,で足足元データ上は落ち着いたように見えますが、しかしこれ少し加工して、えー、日本丸二にしていましたけれどもこういうようになります。えー、この青い、えー、緑の折れ線グラフというのは日本の全体の中から昨年の4月から大きく下げられた通信費。 携帯料金ですよね携帯料金の部分をさっぴくと日本もやっぱり2.5ぐらいになってるんですよ、うん、でアメリカのボトムをつけたところから見ると8ヶ月ぐらい遅れて日本も動き出しているじゃないですかはいうんとこの辺からちょっと引っかかってくるんですねで、さらにもう一つグラフを重ねてみたいと思いますこれは中国ですえ、中国というのはこれは日本と同じ頃に一回ボトムをつけてでその後戻って でその後下がって、でまた上がって戻ってなんですよ。深谷さんに直感的な質問ですけど、はい。これゼロコロナリスクポリシー、まあゼロコロナポリシーね、まあコロナを完全にゼロにするぞっていうゼロコロナ政策をしてるじゃないですか。結局ああいうことてやっちゃうとまたボトルネックを作るわけですよね。あ、そうですね。でアメリカが大きなこう何回か山が出てますけども、これタイミング的には中国のゼロコロナに。 おそらく影響されているだろうと、まあ、これ緻密な計算が必要なので直感だけで語っても駄目なのかもしれませんがおそらく何らかの形で,ですねアメリカのインフレ指数の動きに中国なぜかバタフライエフェクトみたいなもんですけども中国がコロナを完全にゼロにしてロックダウンするとアメリカがこれはまあ風邪をひくみたいなもんでインフレが加速する。その現象が これ見えてきたんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。結局中国がロックダウンすると供給が止まると、な、うん、結局需給のバランスがまあ悪化してインフレになりやすくなるので、な、うん、ロックンダウンするとインフレになる。うん、アメリカが供給不足になる。うん、なっちゃいますよね。ねこで,でこのでこの絵と先ほどのですね、えー、日本が遅れてるという絵をですねこれタイミングラッを取るとやっぱりこういう 簡単に言うとアメリカがリオープンしてアメリカがウィズインフレを日本よりも先に取ったアメリカが日本よりも先にワクチンを打ったでそこでアメリカが1抜けしていったで日本が2抜けしていこうとするという動きがあって遅れていくんですが同時にこちらは3つのグラフは日本とアメリカと中国なんですが CPI と違って。 ppi の方は全部大体同じようなリズムで若干ボトトムアウトすするるのががラグがあるだけなんですよそういう意味で言うと結局これアメリカの大きな変動をもたらしている一つの原因がグローバルなサプライチェーン特に中国のゼロコロナポリシーであってこれから時代がどん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 前の,あの,今,の今までのコロナとの戦い方も 中国のように相変わらずゼロコロナのところもあれば、えー、アメリカヨーロッパのようにウィズコロナのところにもあれば日本のようにその間を行ったり来たりする国3つもあるんですけども最終的にウィズコロナに行くっていうことはおそらくこれはインフレに向かってるっていうことなんですね日本もインフレに向かってるでしょう。そしてこの中国がそのゼロコロナっていうのを止めたり開けたり止めたり開けたりするためにアメリカはインフレが山をつけて降りてまた戻ってこれを繰り返されてじわじわと上がり続けていくと。 結局これは時間がかかって世界のコロナ対策が歩調があって世界中が全部オープンになってくるとようやくこれで沈静化していくんだけれどもまあ日本の場合でいうとこれからウィズですから日本はこれからおそらく1年2年かけてよりインフレが加速していくだろうしで、もっと言うと中国のゼロコロナポリシーが簡単に完全に終わるまではやはりアメリカはもう鈍化したと思ったらまた。 激しくなってということを繰り返せ繰り返してという、えー。中央銀行の金融政策にとっては本当にやりにくいコントロールしにくい状況が続いているんだろうなと。そんなふうに思います。この問題は来年も再来年も続くというふうに考えた方がいいんじゃないかなというのが。今日の私の結論です。はい、マーケットアナライブプラス B. S. 十二トゥエルデ毎週土曜日朝六時放送。